おばあさん。はい。え？飲んじゃった。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。やっていきたいと思いますはいいんやけど、私は何しにここに戻ってきたんやっけな。これもうあれやろ？二日目やろ？何しに戻ってきたんやっけ私ここに。まあ全然覚えてねえや。まあでも明るいうちにね、ちょ目指してこや。何あれ？ああ、おったな、あんな敵。なんか中にさ、ハートとか入っとるやつやろあれ。てか結局どこ行けばいいんやろ？てかあれ何のマーク？なんかいろいろと、ん？なんかあそこに、見て、なんか門みたいなのあるよね。てかちょっと、君攻撃させて。ハートが欲しいんだ、私。ハートが欲しいんだ。ねえ、何が飛びよん、あれ。うわ、なんか変な鳥。あ、こんなとこにも岩あるやん。切っとこう、切っとこう。よ。これって何やった？あと45時間16分です。こいつってただのタイマー？キモい！キモい、キモい、来ないで。超キモい。この先ミルクロード、さらに先ロマニー牧場。ミルクロードってなんだ？なんかすごい。大丈夫？追いかけてきてない？何かが迫ってきてそうな感じの音楽が聞こえよったけど。あ、ここって来たとこ？ねえ、チンクルが飛び降るし。ゴーマントラック。馬調教専門初心者大歓迎、お気軽にお越しください。はいや来てないな、これ解放してないもんね。こっちが馬って書いとったね。ねえ、エポナはエポナ、ゴーマンとかめっちゃ懐かしいやん。超懐かしいやん。うわー、すげえ、いるよいるよ。なんだお前は。ここが何か知ってるのか？俺たち傲慢兄弟の馬の調教場だぜ。馬がなきゃ用のないところだ。とっとと帰りな。うさんくさい傲慢兄弟、団員手帳に書き込んだ。あ、情報を書き込んでくれるんや、そうやって。なるほど。うさんくさい。お前、新鮮なミルク買わねえか？ちょ、顔が見えねえんすけど。ここだけの話、隣のロマニー牧場のミルクは実はかなり薄めてあって舐めたもんじゃないぜ。うちのはそんなことしないから、いつも新鮮で栄養満点。これほんと特別に安くするからどうだ。いや、いいですいいです。あ、そう、こんな上質なミルク街で買ったら倍の値段はするよ。これほんと確実にロマニー牧場の方がいいと思うんだ。てかここで馬ゲットできるんかと思ったのに違うんやね。どこから来たんだっけ私。あ、こっちか。またある。あと44時間52分。お、なんかしおるやん。ここを行くんかなあ。雨降ってきた。ミルクの里ロマニー牧場ねえ、通れんやん。誰かが悪さしてロマニー牧場への道塞いじまったんだ。ごめんな、もう一日待ってな。もう一日？あ、時間経過で行けるようになるってこと？誰かがいたずらでって絶対したらきっとやん。ってことは、あそこが行くべき場所ってこと？ロマニー牧場に行けばいいん。てかあれかな。チンクル、この場所私初めて来とるってことは、チンクル撃ち落としとった方がいいんかな。どうなんやろ。とりあえず、はっ。あー、ちょっと位置が低すぎた？くっ。おい、ふわふわしてんじゃねえよ。うっしゃ、いった。これ当たった時めちゃくちゃ気持ちいいよね。外しとくか。あ、お主？こんにちは、妖精さん。チンクルの書いたマップ買う？ロマニー牧場、グレートベイ。あ、変わった変わった。じゃあロマ、何？怖い怖い怖い。音楽が。ロマニー牧場とりあえず買っとくか。イエーイ！
グレートベイっていうのがどこかよくわからんけど、ロマニー牧場マップをもらった。牧場のことがよくわかる。マップがいるほど巨大なんか、ロマニー牧場って。赤い矢印は入ってきた場所、黄色い矢印は現在地。じゃあまた呼んでね。チンクルチンクルクルリンパ。こっから先には入れんのよね。ですよね。まあじゃあ次の日になるしかないんか、あそこから先通るには。まずさ、どこに行けばいいんかがいまいちよく分かってないよな。沼を目指すんじゃなかったっけ。牧場とかじゃなくってさ、沼を目指すんじゃなかった。どこなの沼って。あ、妖精、妖精出てきた。妖精。でもあれってさ、瓶とかで捕まえんかったら意味ないんじゃなかったっけ。特に今さ、体力とかも満タンやし、マジックポイントも満タンやしな。こっちの方向は、あ、こっちなんか行ったよね、一回。こっちは関係ないんかな。何のマークなんやろうな。あ、こいつは壺持っとんや。なるほど。魔法の小瓶持っとった。イェーイ。でも一日待っとったら、うぃ。待って、助けて。一日待っとったらさ、うぃ、やめてくれよ。なんかあっちに抜けれるとこある？気のせいかな。一日待っとったらもう最終日よね。痛いって。で、ここ何？なんか貝の柄がついとるよ。ここあれか？普通に、クロックタウンか。いや、なんかそうな気がする。あっち側はなんか抜けれそうな。これまたどうせタイマーやろ？いや、でも、方向的に言うと違うんよね。やっぱ下の方なんよね。いや、だって、あの方向から抜けて、なんかまっすぐ行くみたいなことを言われよったような気がするんやけど、まっすぐ行ったところ別に特に何もないんやな。沼を目指すんやろ？さっきあそこの門の中入ったんよね。で、まっすぐ行ったところってあのなんかスタルキットの落書きみたいなのがあったところね。え、そっちなのか？そっちなんですか？あれは天文台か。なるほど、なるほど。とりあえずもう一回、行ってみますか、ここ。このなんかちょっとすごい、なんていうん？迫ってきよる風の音楽一体何なん？嫌なんだけど。で？シンクルめちゃくちゃ移動するやん。ね、超移動するやん、チンクル。沼の射的場、この先すぐ。射的場、とりあえず。あ、今なら開いとんやない？ねえ、前回来た時閉まっとったけど、今なら開いとんやない？じゃあ、店にたどり着くまでのさ、モンスターどうにかしてくれるか？沼の射的場。あ、お店の人おらんのかと思った。おみゃさんどや、遊べせんか？1ゲーム20ルピーでええわ。あ、じゃあやります。なに、おみゃさん弓持ってへんがね。弓なんか持ってねえよ。くそ、この先に抜けるとかいうことも、これの姿では。この姿でもダメ。ここは弓を使えないと遊ばれせんよ。おかしいな、客が一人しか来よせん。じゃあ全然来ないんですね。くっ、ダメだった。じゃあなんだ、こっち行くか。
あれどこに行きよったんやっけ。邪魔だよコウモリ。敵の名前も何にもわからんけど。こっちの方向かな。チンクルがふわふわ飛んでる。この先は行ったっけ。沼地、あ、でもここが沼地なんか。まあ、なんかその何、場所の名前的にはここが沼地みたいだけども、あ、前回もしかしてここ空いてなかったんやった。そうやったっけ。なんかそんなような気がしなくもない。土地の権利書がいるんよね、あいつ。なんか沼の観光ガイド、どうもどうも。じゃあ早速お客さんの撮った写し絵を見せてもらおうかな。写し、あ、なんか言いよったね、そんなこと。スタートを押して画面を出してアイテムを選択しボタンで使ってみよう。あれ、お客さんまだ写し絵の箱もらってないのかい。ボートクルーズに乗れば漏れなくもらえるから、そこの窓口で聞いてみなよ。写し絵コンテストは今だけだよ。そこの窓口、これか。孔明ボボのボートクルーズ、ただいま準備中。お問い合わせは沼の奥の魔法ボボの薬山で。どういうことだよ。そう、あそこ入りたいんやけどさ、全然いけんねよね。ちょいと待ってな。これ飛んでいけばいいっていうことかな。前回って人間のまんまやったんやっけ。まだこれもらってなかった。え、でもさ、え、でもさ、絶対ダメやん。知った。ギリギリ当たらねえ。え、届いたっぽいけどな。ダメなんか。どこからどう行けばいいんやろ。だってさ、あのデクバナがないとさ、ジャンプできんやん。ギャー、ひーひー、どうやって行けばいいんだい、これは。ギャー、ちょっと手前に行ってもさ、めちゃくちゃ吸い込まれるんですけど。やっぱあれなんかな、こいつの。え、でもあんなとこまで持つか。持たんような気がするな。いけ、あ、なんかあっち側にも行ける。気のせいかな。ちちちちちちちね、なんかこっちにも行けることない。あれ、この葉っぱ乗れないのか。え、乗れるな。沈む。普通に歩いたらいけるんじゃね。あ、危険。いやー、めっちゃ危険なんですけど。でもなんか向こう行ける。お、ん、あそこなんか怪しげな壺があるぞ。ねえ、なにこれ、なんなんやろう。ちょ、待って、戻るね、人間に。ペイン。切っても何もならんな。ん、あっちにも行けるっぽいな。でもとりあえず先にこっち、怪しげな壺の絵。この先おばばの薬屋。おばば、おばばってさっきあの窓口のとこに書いとったやつ。おばばのなんかクルーズ、なんか出てきた。なんか出てきたよ。なんかさ、こういう、なんていうの、魔法使いのおばあさんみたいなやつのさ、双子のキャラクターみたいなおらんかったっけ、昔。気のせいかな。ちょ、ルピーとハートが欲しいんすよね。今ちょっと満タンになったけん。瓶も大事。魔法の小瓶も大事よ。
マジックポイントの回復にね。はぁ、あ、いやぁ、くそない。え、ってかおばあさんどっか行ったよね。どこ行った？どうかな。一旦入って見てみるべきなのか。なんか看板立っとる。新鮮な泉の水をお持ち帰りください。沼の観光ガイド。沼って結構広いんやね。あっこだけかと思ったら、なんかまだ行ける場所あったもんね。あの葉っぱジャンプして、あの上がりたいんですが。あ、上がれた上がれた。なんかこっから出てったよね、おばあさん。開けた魔法おばばの薬屋。何もない。喋る？誰かいるの？ちょっと用事で裏の森に行ってます、店主小竹。ほう、裏の森か。さっき飛んで行きよったよね。ちゃんと手紙とか残していくスタイルなんや。なんか怪しげな感じの人かと思ったけど、割と普通かもしれない。ここか？裏の森。不思議の森、凶暴な亀に注意。凶暴な亀？大丈夫なの？え、何？誰？でもなんかマーク出とるな。話せるんかな？かわいい。ついてきて。え、喋る。かわいい。あの森の中で流れるさ、この音楽めっちゃ好きなんやけど、わかる？なんでそんなうろちょろすんの？巨大な亀。待って、やめて、痛い。え、あのおばあさんじゃない？ねえねえ、おばあさん。いた。目飛び出しすぎやろ。ほっほっほ、あんた私に何か用かい？もしかしてボートクルーズのお客さんかい？あ、この人？あいにく小梅さん行方不明なんだよ。小梅さん？小梅って書いとったんやっけ？行方不明？あんたも一緒に探しておくれよ。もしかして私が双子って思っとるの、双子じゃなくて似たようなおばあさんってことかな。どこなの？どこにいるの、それは。探しておくれって言われても。え、ねえ、猿は？ねえ、猿はどこ行ったの？あ、え、出てきたんだけど。え、ねえ、出てきたんだけど。また猿いる。ついてきて。なんだ、繰り返すのか。もしかしてまた同じ？やだ、つらい。痛い痛い痛い。怖い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 。ここに来たら猿がおらんくなるんよな。ほっほっほ、あんた私に何か用かい？一緒じゃねえか。あんたも一緒に探しておくれよ。いやー、探したいんですけども。探したいんですけども。カメだ。来ないで。でもこっちに行ったら外には出ないんだな。怖い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 。待って、怖い。カメしかいない。つらいつらいつらい。助けて。出てきた。どういうことだよ。どういうことなんだよ。なんなんだ。行方不明って言ったよね。このなんかさっきのさ、何、手紙を残しとったのは誰？さっ
その小竹さんって人、今のは誰やっけ魔法ババの薬屋。ああ、ちょっと用事で裏の森に行ってます、天使小竹。ふんふんふん。てかあれ、手紙読んだらさ、勝手に追い出されるんやけど。なんなんだ。うん、手紙を残してるのは小竹さんだな。あ、さっきのあれか、小梅さんか。なんだ、何すればいいんだ。あと39時間3分です。何をすればいいんだろうか。この後どっち行ったんやっけ。あ、なんかおるよ。え、これさっきの人とは別看板読もうとしたのにいたたたた、助けてくれ。どうした、キノコ探しに気を取られてたらいきなりポカッとやられてこのざまさ。誰にポカッとやられたの。カメ、え、いもえましいスタルキッドめ、顔を隠せばこのおばばがわからないと思ったのかい。あいたた、あんなに力があったなんて。おかげで腰が動かなくなっちまったよ。あんた、なんか元気が出るもの持ってないかい。元気が出るものってなんだ。なんだい、一丁前の格好をして。あんたみたいなの見かけ倒しって言うんだよ。不思議の森の終わり、この先入り口に戻ります。え、どこ行っても入り口に戻る、そういう、ま、迷いの森的なやつってことね。なんなん、どうすればいいんやろう。これ見つけたことはちゃんと伝えれるんかな。おったよ。ねえ、おったんやってば。なんだって、小梅さんがスタルキッドに。そんなバカな、なんでスタルキッドごときに。まあそれが本当ならこの薬を届けてやっておくれよ。悪いね。お、赤い薬入り瓶をもらった。赤い薬は体力回復、瓶のリサイクルにご協力を。新アイテム画面で、セットして、セットしたボタンで使おう。とりあえず私は薬屋に戻っているからよろしく頼んだよ。了解です。やっぱ双子なんかな。じゃあとりあえずアイテムセットしましょう。オッケー。で、どこやっけ、こっちやったっけ。え、違うな、これ戻っていく感じか、こっちか。え、違う、待って、どこだ。おった、あったあったあった。おばあさん、はい。え、飲んじゃった飲んじゃったんだけど。何これ、どうすんの。飲んだよ私。え、これはあれか、もう一回受け取りに行けばいいってことか。おったおったおった、次こそ。いたたたた、この哀れなおばばの姿を見て何とかしようとは思わないのかい。今のこの画面じゃダメってことか。スタートをして、で、これを、セットしてるんですよね。セットしてるんすよね。あ、じゃあ、もういけるんじゃないんすかね。あ、まあ、何？Cボタンを押してっていう、指示が出てから押せばいいってことね。あ、その色、その香り。それはまさしく小竹ばあさんの。元気やん。スクッと立ち上がったけど。めっちゃ素早く受け取ったけど全然大丈夫やと思う。おー、みなぎるパワー、小梅復活。それは良かったよ。やっぱ双子かな。助かったよあんた。私は沼の観光ガイドでボートクルーズをやっているんだけど、あんたが乗りたいならいつでもおいで、サービスするよ。私も連れて帰れよ一緒に連れて帰れよ。まあ一瞬で出れるけども。何？え？何？どうした？お前、変わった力持ってるだろ。だってずっと見てた。この沼地、最近毒が広がって、住めなくなってきた。
滝の上の神殿怪しい。オイラの兄弟神殿に行った。だけど神殿入り口わからない。神殿デクナッツのもの。兄弟デクナッツたちに捕まって城の中。助けて。ほう、ついてけばいいんかな。かわいい